ジー。何を見てるんだ？あ、マリサ。クイズ番組がやってたから見てるの。面白そうだな。どれどれ。木の上に鳥が8羽います。漁師が猟銃を使って1羽の鳥を仕留めました。さて、木の上には何羽の鳥がいるでしょうか？何これ？簡単じゃない。答えは7羽に決まってるでしょ。なるほど。霊夢は7羽か。じゃあ私は0羽にするぜ。え？なんで0羽なのよ。まあ答えを見てみようぜ。そうね。答えは？ 0 羽だわ。なんでよ、8羽いて漁師が1羽仕留めたら7羽じゃないの。普通鳥を猟銃で撃ったら、その発砲音で大抵の鳥は逃げていってしまうだろ。だから木の上の鳥の数は0羽だぜ。何よその答え、引っ掛けにも程があるでしょう。もっと頭を柔らかくしないとこういう問題は解けないな。くぅ、なんか悔しいわね。よし、それじゃあそんな霊夢には 99% が引っかかる引っ掛け問題を9問出題するぜ。今の問題みたいに頭を柔らかくしないと解けない問題ってことね。いいわ、受けて立つわよ。いい心意気だ。その調子で頑張って考えるんだぞ。1問目の問題だ。走っているトラックの荷台にリンゴ、ブドウ、みかんが乗っている。トラックが止まった時に落ちたものは何？という問題だ。さて、制限時間10秒で挑戦だ。シンキングタイムスタート。走っているトラックから落ちたもの。ってことは転がりやすいものってことかしら？ストップだ。どうだ？答えはわかったか？多分リンゴじゃないかしら？ブドウは転がりにくいし、みかんは転がるけどみかんよりもリンゴの方が転がりやすいかなって。不正解だ。え？じゃあ何が落ちたのよ？正解はスピードだぜ。え？何その引っ掛け？引っ掛け問題を出題するって言っただろ。ちなみにだが、車が急ブレーキをしたら体は前に行くものだろ？まあそうね。荷台に積んである荷物が前から落ちることなんてまずないぜ。落ちるとしたら急加速で後ろから落ちるはずだ。確かに。ってことは止まったからといって荷台から落ちるものはないんだな。そういうことね。確かにトラックの前を突き破らないと荷台の前からは落ちないわね。答えを聞くと悔しいわ。もっと柔軟に考えないとダメね。そうだな。次はもっと柔軟に考えてみてくれ。さて2問目の問題だ。動物が今から4順に並んでいる。猿、犬、〇〇、タヌキ、ウサギ、カワウソ。さて3番目に挙げられている動物は何か、という問題だぜ。猿、犬、〇〇、タヌキ、ウサギ、カワウソ、3番目の動物か。それじゃあシンキングタイムスタートだ。3番目の動物ってことは、この〇〇に入る動物ってことかしら？いや、もう少し問題文をよく読んでみようかしら。ストップだ。今回はわかったか？今回はわかったわ。答えはタヌキよ。なんでそう思ったんだ？問題文にヒントが隠されていたわ。3番目に挙げられているってことは、3番目に行った動物ってことでしょ？つまり、3番目の〇〇は全然関係なくて、3番目に行った動物はタヌキよ。だから正解はタヌキだわ。大正解だ。よくこの〇〇に騙されなかったな。最初はこの並んでいる動物に規則性があるのかなって思ったんだけど、問題文をよく読んだらひらめいたわ。今回の問題は引っ掛けだったものね。いい感じに柔軟に考えられるようになってきてるな。その調子で次の問題も頑張ってくれ。次も正解してみせるわ。さて、3問目の問題だ。12階建てのビルで火災が発生しました。そのビルにいた男はパニックになってしまい、ビルの窓からジャンプしました。しかし、男は傷一つ負うことはありませんでした。男はなぜ助かったのでしょう。という問題だぜ。ちなみに地面はアスファルトだ。え？それなら絶対助からないじゃない？それが助かるんだな。それじゃあ、シンキングタイムスタートだ。12階建てのビルで火災で窓から飛び降りても傷一つ負わない。どうして飛び降りたのに傷一つ負わないのかしら？ストップだぜ。答えを聞かせてくれるか？わかったわ。男は窓から飛び降りたけど、下の階の窓に捕まって、そこからまたビルの中に入って脱出したのよ。これならうまくいけば、傷一つ負わないわ。残念。不正解だ。そんなクライミング選手みたいなことはできないぜ。え？じゃあどうして男は助かったのよ。1階の窓からジャンプしたんだ。え？ジャンプ？そうだぜ。誰も12階から飛び降りるなんて言ってないだろ。12階のビルで火災が発生したってだけで、男が12階にいたとは言っていない。だから男はすでに1階にいたんだ。そんな、1階にいたとも言ってないじゃない。
男がいる回数が判明していない時点で察することができる、柔軟な思考力が必要だってことだぜ。何度も言うが今回出す問題は引っ掛け問題だからな。悔しいわね。なんで引っ掛け問題って間違うとこんなにも悔しいのかしら。気を取り直して次の問題に行くぜ。4問目の問題だぜ。これは成人年齢に関する問題だな。確か2022年から引き下げられたんだったわよね。そうだな。それじゃあ問題だ。成人年齢が引き下げられてもお酒は20歳から、タバコも20歳からだ。一方で選挙権は18歳からとなる。さて自動車は何歳から乗れるか?という問題だぜ。なるほどね。それじゃあシンキングタイムスタート。自動車に乗れる年齢でしょ?あれ?自動車に乗れる年齢って引き下げられたんだったかしら?ストップだ。答えはわかったか?答えは18歳でしょ?だって成人年齢が引き下げられる前から、車に乗れるのは18歳からだったはずよ。不正解だぜ。え?なんで?年齢が変わったんだっけ?いや、車に乗れる年齢はずっと変わってないぜ。それじゃあなんで不正解なの?まず答えから言うぜ。答えは0歳だ。え ?0 歳じゃ車の運転なんてできないじゃないのよ。そうだな。0歳じゃ運転はできないな。それじゃあなんで0歳が答えなのよ。あ、気づいたか?どこにも自動車が運転できる年齢なんて書いてないんだ。本当だわ。車に乗れる年齢ってしか書いてないわ。というか私自身車に乗れるって言ってたわ。車に乗れることと運転できるってことは同じじゃないものね。これは騙されたわ。そういうことだな。車に乗るだけなら0歳からでも乗れるぜ。そういうことだったのね。これも柔軟に考えないと解けない問題だったな。まだ頭が固いってことね。次こそは正解してみせるわ。頑張ってくれよな。それじゃあ5問目の問題だ。少年と母親と父親が外を歩いていると急に雨が降ってきました。3人は傘を持っていません。2人の髪の毛が濡れてしまいましたが、1人は濡れませんでした。それはなぜでしょう?という問題だぜ。1人だけ雨宿りしていたとか。3人とも歩いているんだ。雨の中歩いているが、1人だけ濡れていないんだぜ。なるほど。さあ、シンキングタイムスタートだ。うん。ストップだ。どうだ霊夢?答えはわかったか?わかったわ。髪が濡れていないのは父親よ。理由を教えてくれるか?この両親は結構な高齢で、父親にはすでに髪の毛がなかったのよ。だから父親は髪の毛がないから髪が濡れなかったのよ。正解だぜ。最初は母親が帽子でもかぶってたんじゃないかなって思ったんだけど、帽子をかぶってても雨が降れば多少は濡れるわよね。そうだな。3人の年齢まで考える柔軟さがあれば解けるな。霊夢も柔軟に考えられるようになってきたんじゃないか?そうね。これなら次の問題も解けそうだわ。それはどうかな。次も柔軟に考えてみてくれよな。さて、6問目の問題だ。黒い鉛筆を1本渡されて、赤い花と緑の葉っぱを描いてくださいと言われました。さて、どうやって描く?という問題だぜ。え?黒い鉛筆で赤い花と緑の葉っぱ?どうやって描くの?それを考えるのがこの問題だ。それじゃあ、シンキングタイムスタートだ。黒い鉛筆で赤い花と緑の葉っぱ。一体どうやって描けばいいのかしら?ストップだ。霊夢はどうやって描くんだ?私なら描けないですって言って鉛筆を返すわ。不正解だ。ちゃんと描く方法があるんだぜ。どうやって描くのよ?字で描けばいいんだ。え?字?そうだ。絵で描いてくれなんて言われてないだろ?だから字で描くんだぜ。なんか卑怯よ。普通赤い花と緑の葉っぱを描いてくれって言われたら絵を描いちゃうじゃないのよ。ふふふ、問題文は描くではなく描くとなっていただろ?あ、本当だわ。なんだかすごい悔しいわね、この問題。ちょっと考えれば解けるのに間違えるんだもんな。これがあるから面白いよな、引っ掛け問題は。さて、気を取り直して7問目の問題だぜ。英語のアルファベットの最初の文字は A だよな。そうね。A は B の前にある。じゃあ一番最後の文字は何でしょう?という問題だぜ。それじゃあシンキングタイムスタートだ。普通に考えたら Z になるわよね。でもこれは引っ掛け問題だから。ストップだ。答えはわかったか?わかったわ。普通に考えたら Z だけどこの答えは T よ。なんでそうなると思ったんだ?
ここで言うアルファベットは A から Z じゃなくて、A、L、B、H、A、B、E、T のことよ。これは A は B の前にある。そして最後の文字は T よ。だから T が答えになるのよ。大正解だ。霊夢が言った通り、引っかかった人は Z と答えるんだ。霊夢は今回は引っかからなかったな。ちょっと引っかかりやすい答えを予想できるようになってきたわね。おかげで今回は柔軟に考えることができたわ。さすがだぜ。その調子で次の問題も頑張って解いてみてくれよな。任せなさい。それじゃあ8問目の問題だ。とある男性は歯が痛くて悩んでいた。しかしその男性は歯科ではなく、毎日眼科に通っていたんだ。その理由は何か？という問題だぜ。歯が痛いのに眼科？そうだ。それじゃあシンキングタイムスタートだ。歯が痛いのに眼科に行くって、眼科に何かあるのかしら？ストップだ。なぜ毎日眼科に行くのか、霊夢にはわかったか？この男性は歯も痛かったけど実は目にも何か病気を持っていて、それは虫歯なんかよりもよっぽど重症なのじゃないかしら？だから歯科じゃなくて眼科の方を優先させたのよ。不正解だ。男性は歯以外は健康そのものだぜ。え？じゃあ眼科に行く理由なんて、あ、わかったかもしれないわ。お、聞かせてくれるか？この男性は眼科の先生なのよ。だから歯科じゃなくて眼科に毎日行ってたんだわ。正解だぜ。先生なら治療のためじゃなくて仕事のために行くからな。やったー。私、正解でいいでしょ？そうだな。自分で答えまでたどり着いたから正解でいいぜ。やったー。これで8問中4問正解ね。ラスト問題が正解したら半分以上正解したことになるな。そうね。絶対に正解するわ。ラスト問題はサムネにもなっている問題で、難易度はかなり高めだぜ。が、頑張るわ。じゃあラスト9問目の問題だ。花子さんは毎日ピアノの練習をしていた。でも、花子さんはどれだけ練習しても全くピアノが上達しない。それはなぜか？という問題だ。え？花子さんに全くピアノの才能がなかったとか。いや、そんなんじゃなくて。ちゃんとした理由があるんだ。問題文をよく読んで考えてみてくれ。それじゃあシンキングタイムスタートだ。問題文にヒントが隠されているのよね。花子さんはどれだけ練習しても。ストップだ。どうだ？この難易度高めの問題、霊夢には解けたか？ごめんマリサ。お手上げよ。全くわからないわ。それじゃあ正解を言うぜ。正解は、どれだけ練習していたから上達しなかったんだ。え？なんで？どれだけ練習しても、という部分に注目だ。どれだけ練習しても、あれ？もしかしてど、れだけ練習ってこと？その通りだ。ドトレだけじゃなくてミファソラシ全部練習しないと、当然ピアノは上達しないぜ。逆にどうやってドトレだけ練習するのよ。曲のドトレだけを抜き出したんだろうな。何その無駄な練習方法。ふふ。まあそう言うなよ。残念だが9問目は不正解だったな。惜しくも過半数には届かなかったわね。悔しいわ。次回は全問正解できるように頑張ってくれよな。全問正解するためにはもっと頭を柔らかくしないとダメね。そうだな。視聴者のみんなは何問正解したのかコメント欄で教えてほしいぜ。あともしよかったら今回のクイズの感想や、こんなクイズを出してほしいっていう要望があったら、コメントをもらえると嬉しいぜ。みんなからの別回のコメントは見ていて楽しいし勉強になるからぜひよろしくね。それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。